いくで、はい、はい、せーの、マリンパッパです。はい、今あのタカちゃんがふんち泊まりに来てて、あの明日ね、まなみとふーとタカちゃんで3人であのご飯に行く予定なんですけど、明日ちょっと撮りたい企画があって今オープニングを撮ってます。今回の企画は、何でもズバズバ言ってくるまなみは友達の彼氏が超臭かったら言ってくるのか言ってこないのか。すぐ言ってきそう。すぐ言ってきそう。すぐ言ってきそう。まなみってさ、あの、うん、結構あの物事をズバズバ言ってくるやんか。うん、はっきりしてる。そう、はっきりしてるやんか。まあ、ふうもあの、うん、たまにね、ちょっと頭臭い時とか、うん、あの夏場とかね、ちょっとまあ脇が臭い時とか、うん、この時期ね、この時期だけな、この時期だけな、特別ね、そう、特別ね、そう、まあ、臭いとかとかあるんやけど、まあ、その時も普通に言ってくんね、なんかあんたバリ頭臭いでみたいな、めっちゃ頭皮の匂いすんでとか、うん、あんたバリ脇臭いでとか。普通に言ってくるんやんか。けど、まあ、そんなまなみでもさすがに友達の彼氏やったらどうするんかなと思って、うん、まあ、ふーちゃんに言うのと俺に違うもん、ね、そうそうそう、全然違うやんか。さすがのまなみでもあの言わんかなとか思うねんけど、ほんまにわからん、あいつやから。いや、わからん、これほんまにわからん。ちょ、みんな予想してほしい、あのまなみがあの言ってくるか言ってこんへんかっていうのを。まあ、とりあえずあのタカちゃんの明日着る服をあの臭くしていきます。エグいな。はい、なんかちょっと明日あの着る服一度持ってきて。で、それを着なあかんってことやね。うん、そう、明日臭い服着てもらうから、あなたには。はい、浸して、浸すよ。こうやってさ、水に浸してさ、なんか湿気あるところで干してたら、なんか生乾きの匂いで臭くなるやん。なんか雑巾の匂いみたいな、なんか、そんな感じでしてもらおうかなと思って。臭くしていくよ。しかも、やらすっていう。で、これ俺が着なそれね。あいつそれ着なあかんから。どういけるかな。なんかもう臭くない。いや、早い。なあ、臭くない、大丈夫それ。臭ないよ。臭くない、臭ないって。はい、絞って絞って。オッケー。うん、で、これで乾かして明日これ、タカジに来てもらいます。最悪やな。ありがとう。行きましょうけ。めっちゃお腹すいた。ふむ、めっちゃお腹すいた。めっちゃやばいね、まなみずっと食べてないで今日一日。あ、そうなん。うん、ふむ今日朝ヨーグルト食べてから何も食べてない。全然食べてない。な、何行くん、うん、何行くでしょう。予約してるん。うん、予約してくれた。やったー。お腹すいたな。何行くか当てて。え、何行くか当てて。焼肉。おお、すげえ。ガチ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 。すごいな。言った。え、言ってない。何も言ってない。何も言ってない。何も言ってないし、なんならまなみが好きなとこでーす。イエーイ。イエーイ。嬉しい。すいたな。え、ほんまにお腹すいた。嬉しいねんけど。めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。うん。ちょっと誰かなんかめっちゃ臭なの。え、どれ？エアコン？エアコン一回切ってみる？何、どういう臭さ？開けるんまで。めっちゃ臭い。おならしたやろ。してへん。してへん。おならしたやろ。そういう匂いちょっとなんか。どっち系？わからん。めっちゃ臭い。ちょっと待って。開ける？窓いくら？え、タカちゃん服やばいかも。何、服やばいって。え、普通にイカによって。え、ちょっと分からない。何？え、めっちゃ臭い。うん？うん？え、めっちゃ臭いって。え、にゅってよ。え、臭い、ほんまに臭いで。臭いは言い過ぎやろ。え、めっちゃ臭くない？ちょ、ほんまにイカによって。え、ほんまに臭いで。ちょっとよ、これいつもの匂いやね。
つもによ別にだって 汗もかいてへんでいつもいつもいつもと変わらへん。臭いんやって。うま柔軟剤変えた？いつもと一緒？いつもと一緒やで。なんで？でも一緒に匂いする。ちょっと待って、もう一回匂わせて。一回分匂わせて。何？あんたやん、あんたや、あんた、ふーちゃん、うん、こっちによって。めっちゃ臭い。めっちゃ臭くない？臭ないで。めっちゃ臭い。あんたやえ、マジで臭ないん。めっちゃ臭い、めっちゃ臭い、めっちゃ臭い。ふー、うん、ふーが臭い。ごめん、タカちゃんちゃう、あんたや。まず俺に謝ってもらおうかな。ごめんあんためっちゃ臭いで今日。え、臭ないけどな。ふーか、ふー臭い、ふー臭い、マジ臭い、ふー臭いわ服持ってきたとかって。なんで笑ってるの？なんで笑ってるの？え、ふー臭い。めっちゃ臭い。え、タカちゃんじゃなくて？タカちゃんじゃなくて、もう一回嗅いで。じゃあもう一回嗅いで一回嗅いで、フードも嗅いで。違う違う違う、嗅いで嗅いでなあ、もうちょっと待ってな、ちょっと待って、ちょっと待って、今のはやばい、ちょっと待って、くせえくせえ、ちょっと待って、ほんまにエグ、今のはエグすぎた。結構エグかったで、あんたほんまに。待って待って、違うでしょ。だってあんたさ、めっちゃあれや、なんかいつもの匂い出てくれた瞬間、まだにマジでやばい、やらかしてるやろ。いや、普通に最初の、いっちゃん最初のなんか誰か臭いって言ったから、あ、やっぱマナミって結構言うんや、言う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 や、言うや、言うやと思ってんけど、タカちゃんがなった瞬間、ちょっといつもの匂いはやばない。あ、待って、マジマナミ、ちょっと待って、マジやらかしてる。なんでも別に言えるやん。いや、別にいいやん。え、臭いとかって言いにくない？え、全然普通に、え、ちょっと臭いで、え、しかもさ、なんかさ、それってさ、体の匂いとかって言いにくいで、うん、だから、なんか服、まあ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 、雑巾の匂いやろ。え、そうやろ、みたいな匂い、生乾きの匂いやろ。いつもの匂いじゃないみたいな、やったら、言ってた方が気づくやん。あ、まあまあ、そうやな、と思ったけど、うん、いつもの匂いやろ。本当に気まずかった。あかん、ふう、ずっとさ、バックミラーでマナミの顔ずっと見えててんやんか。あ、そう、もうおもろすぎて、普通にキモ、マジでキモ。今日の企画は、友達の彼氏が超臭かったらマナミはなんて言うのか見てました。よいしょ、よいしょ。マナミキモかったよ、絶対。まあ、言うっちゃ言うってことやな。でもほれ、言うけど、いつものって言ったからちょっとごまかして、ね、しかもさ、フー臭いってやばない、途中ほんまにシフトチェンジエグなかった。エグかったな、あびっくりしてる。しかない、しかないって、シフトにおわし、しかない、だーんて、あんたやん。もうやめてくれ。じゃあ、早ご飯行きたいし。早ご飯行こう。ほんまに行かないからね。なんでこれ着替えていい？いいよ、着替えて、着替えて。ほんまに臭いから。マジ臭い、マジ臭い、タカちゃん。ほんまに臭い。タカちゃん、マジ臭い。マジ臭い。車臭いなのに。降りて。降りて、ほんまに降りて。絶対降りて。ほんまに臭いから。まあ、そんな感じでご飯行きましょうか。はい、終わります。バイバーイ。